今回の馬は、初代から全て自家製のハイエストーナー3駆の生産です。今までは、ダビマガから途中までの配合の牝馬を使っていましたが、完全自家製、これが99プレイヤーにとって、かなりの難関であることがお分かりいただけるはず。最後の締めは、見事配合のハイエストーナーですが、どうしてもスピードアップのクロスを入れてみたかったので、新しい血統を構築してみました。そうして生まれた馬、この配合の1頭目でいきなり、万世馬ですぐスピード込めがある馬が出てきました。走らなくとも、すごい久しぶりに全て自家製という記念になるなと思いもあったので、ダバでも仕上げることに決めていました。その後、3歳1月から入厩し、戦火烈行犬とまたも大の大冒険から名前をつけて、育成を開始します。万世なので、3歳の戦いが一番きつい展開、しかし、この頃の印のつき方で走るかも少しわかるので、大事な時期です。正直言うと、この時点で色々察してしまいました。それなりに走るし、G1 も勝てるようになる。しかしその先は厳しい気がする。それがわかりました。徐々に力をつけ、オークスまでで、21戦13勝、BC 登録する馬としては力がない、そんなレベルです。大逃げしようと仕掛けますが、スピードはそこまでないので、詰められていく展開、この辺からもわかりますね。なので、勝つには勝つけど、っていうレベルというのがいろんなところから垣間見える馬でした。それでも48回走らせ、36勝、自家製なので、しっかり走らせてみました。一応腕試しをしましょう。一応なので3レース走らせます。戦績は上の方なので、白三角が1個という戦火烈行犬。一瞬戦火烈行犬が顔を出しますが、飲まれました。2戦目は、東京芝2400メートル、芝状態はやや重です。スタミナはなさそうだったので、より力の差は広がっていると思われます。
そしてダート、ハイエストーナー産駒なので、もちろん適正はありません。ただの記念の生産動画となり果てました。戦火烈光剣は着外の12着で終了です。強さを追い求めるならボツではあったんですが、なぜ動画にしたかというと、当時もかなり生産に苦労した思い出があり、99の生産は簡単ではないという意味を込めたかったんだと思います。いろいろ生産はしていきたいですが、カットしていろいろ省いていく中で、いかに構築するのが大変か、そこを淡白にしがちだったので、取り上げたかったところです。ということで今回はここで終了にします。一通り展開としてはやったので、次のダビスタ99は未定です。生産する気力と時間次第になります。ご視聴ありがとうございました。